こんにちは、ケンチです。今回の動画ではこちらのポケットストーブの紹介をしていきたいと思います。これはエスビットの商品じゃなくて模倣品の激安のポケットストーブになっております。で、エスビットの場合は固形燃料付きで1700円プラス税で売っているんですけども、これの場合は本体だけで言うと399円、こちらの専用ケースが付いてくるというようなものになっております。で、エスビットも固形燃料の値段が600円プラス税なので、差し引くとエスビットのこのポケットストーブは1210円なんですよね。ですので、こちらの激安ポケットストーブは811円も安いというものになっております。エスビットで販売されているポケットストーブとほぼほぼ形は変わらないと思います。で、ちょっと開いてみると、ちょっと硬いんですけども、こんな感じでエスビットのポケットストーブだなっていうイメージですよね。で、この2段階ありますね。この中間にちょうどここで止まるようになっていて、この小さくすれば少し幅が狭いものでも乗っけることができるというものになっております。で、しかも今回はこれだけじゃなくて、あとこちらですね、五徳、このポケットストーブの上に乗っけて使える五徳と、さらにですよ、さらにこちら、強い風から守ってくれるウィンドシールドもついています。で、さらにですよ、これだけでももう、今すぐお米炊けるじゃん、調理できるじゃんっていうところなんですけども、こちら、ちょっと映らないんですけど、皮膚気棒もついてきております。で、この皮膚気棒、結構しっかりしてて、で、特にバリがあるわけでもなくて、これだけで500円ぐらいしそうなんですけども、この全部セット、この4点セットで、なんと税込み1199円になっております。めちゃくちゃお買い得ですよね。まあ、ただ、これ基本的にこのポケットストーブっていう、もうこういう固形燃料とかで調理することがほとんどだと思うので、これとりあえずつけとけばいいだろう的な感じでついてきたんじゃないかなっていうところなんですけど、こちらの皮膚気棒も通常の火起こしとか、まあ、焚き火をするときに使ったりしているので、これだけでも重宝しているっていうものです。で、折りたためばこれだけ小さくなりますので、まあ、ポケットストーブとの比べるサイズ感はこんな感じですね。で、さらにですよ、これだけのセットでもめちゃくちゃお得なのに、それぞれにこちらの専用の収納袋がついてきています。ウィンドシールド専用の入れ物もありますし、で、この皮膚気棒。なぜか皮膚気棒だけでもしまえる、ちょっとなんかベロアっぽい、安っぽいベロアなんですけど、ベロアっぽいような素材の袋と。で、あとはこちら。ポケットストーブと、この五徳が入る。こちらの袋も入っております。で、これも全てのセットですよね。で、この袋も含めて考えると、7点セットで1199円の税込みになっております。いや、めちゃくちゃお得ですね。ただ、このウィンドシールドの弱点があります。これ端っこだからこんな感じで動いても大丈夫なんですけど、この真ん中の蛇腹になって繋がってる部分っていうのが、最初こんな感じ、しかも上だけとか下だけだったらいいんですけど、両方ともこのスカスカなんですよね。それ知らなくて、普通にメッシュの上で使ったら全部このピンが抜け落ちていって、本当にギャグかっていうぐらいパラ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 っていう風に開いてったんですよ。で、下がこういう風に平らになってる面だったら抜け落ちるっていう心配はないんですけども、それでもなんかちょっとこうやって動かしたりした時にポロって抜け落ちたりして、で、また入れ直したりとかっていう風にしてると、で、固形燃料だったらその燃焼時間が限られてるし、他のアルコールストーブとかだとしても、やっぱ燃料を無駄にしちゃうじゃないですか。で、そういったことがあったので、僕はこんな感じで上下ですね。全部なんですけれども、この接合部のここの頭のところを、こういう風に一箇所ずつギュッて潰して、全部こんな形にしています。一番端はこちらですね。このペグになっていますので、広げて設置するときに下が土とかだったら、これをグッて入れ込むことによって、両端を固定することができるっていうものですので、この一番両端のペグの部分だけはそのままですね。加工しない状態だと上も下もこんな感じで丸く開いているんですけども、ペンチで握りつぶすことによって、こういう風に上下をつぼめて、で、それでこの真ん中ですね。この間の中にそれぞれこの接合のジョイントが入っているようなイメージです。で、ただ、そのままですと、この上と下からちょうど出るような設計になっているから、そのままだと長いから、
両方ともこういうふうにつぼめることができないんですよ。なのでペンチとかお持ちの方だったら、この根元の部分でこのぐらいの細さであれば、思いっきりギュッてやればパチンと切れますので、長さをそうですね、1センチいかないぐらい、まあ、5ミリとかでもいいんですけども、その出てる分だけカットしてからペンチでこの上とこっちですね、こっち側と反対側両方ともこのペンチで頭をグッとつぼめてあげれば、めちゃくちゃ使いやすくなります。で、このポケットストーブ、基本的には僕はこちらの固形燃料ですね、火炎乳エース E の 25g、 1パック20個入ってる固形燃料を Amazon で購入して使っています。で、そんなに使う機会がないなっていう方は、ダイソーとかにも似たような固形燃料とか売っているので、まあ、そちらでもいいんじゃないかなっていうところですね。で、これはこんな感じで置いて、で、その上でこういうふうにお湯を沸かすこともできるし、こんな感じでメスティンを乗せてお米を炊くこともできるというところですね。で、さっきのこちらですね、パソコンのファンガードみたいなものがあるんですけど、これはちょっとこんな感じで微妙にこう一段高くなってるんですけど、ちょうどここにはまるようになっています。これがあればこんな感じでちょっと幅が小さいシェラカップだったりとかクッカーっていうものもこの上で使うことができるというものですね。これがなくてもこういうふうに小さくしちゃえばこんな感じで使うこともできるんですけども、やっぱちょっと不安定ですよね。ちょっと置く場所間違えたりとか、例えば机ドーンとかってやっちゃった時にこうガランってなって、で、中でなんかお湯を沸かしてたりとか料理してるものがあったとしたらこぼしちゃったら大変だと思いますので、そういった時に、まあ、ちっちゃいんですけども、これがあるだけでもかなり便利じゃないかなっていうところですね。で、あとはこの固形燃料だけじゃなくても、まあ、こういう、これ僕が自分で作ったやつなんですけども、作り方はこちらの方見てください。で、これをここに置いて、でそれで火をつけてお湯をもちろん沸かすこともできますし、あとはアルコールストーブ、結構火力が強いですので、例えばこういう横沢鉄板なんですけど、横沢鉄板をこの上に置いて、で、若干隙間がありますので、十分火力確保できます。で、横沢鉄板をこういうふうに乗せるだけで、どこでもスマートに美味しいお肉を焼くことができるというところになっております。で、このアルコールストーブと、こちら横沢鉄板を使用した道具とかもこちらの方で公開しているので、十分火力があるんだってことを見て取れるんじゃないかなっていうところですね。まあ、こういったアルコールストーブだったりとか、こういう固形燃料っていうのは、これだけだと調理するのって難しいんですよね。で、ごとくが必要だなっていうところなんですけども、やっぱこのままの大きさだったら大きいんですけど、こういうふうに小さくなるっていうところなので、持ち運びに便利なんですよね。で、まあ、アルコールストーブは、ね、積載に余裕がある時にとかに持っていけばいいんですけども、基本的には、この固形燃料があれば、もうお湯も沸かせるし、ご飯も炊けるし、調理もできるというところなので、僕は、こんな感じで、ここに、まあ、ちょっと、もっこりしちゃうんですけども、このもっこりさせたまま、この中にしまって、でそれで、メスティンの中に、一緒に。入れちゃってます。で、ただこれちょっと大きさが大きいので、一緒に持ってこうとするとかさばるので、これは基本的に僕はメスティンを持っていくときは持っていきません。で、あとは一緒にウィンドシールドを入れて、あとこのライターとか、まあ、マッチとかでもいいと思うんですけども、他に調味料とかも入れて、でそれでスタッキングして持っていくということもできますね。で、このウィンドシールドとこちらのポケットストーブっていうのが、これだけあれば外で基本的な調理することができますので、これはものすごくおすすめだと思います。で、使用感としてもこの、なんだろう、チャチーなっていうような感じではないです。確かにちょっと硬かったりとか、まあ、気持ちがたついてるかなとかっていうところはあるんですけれども、使用する分には何も問題ないかなっていうところです。で、最初届いた時とかもなんか青いビニールが貼ってあって、一応傷つかないようにとかの配慮とかもあったりして、でちゃんと作られてるんだなっていう印象ですね。で、もちろん今この中に 500ml の水が入ってるんですけど、乗せてもびくともしないですし、でこれを使って何回も米を自動炊飯したりだったりとか、でラーメン作ったりとかっていうのを、これとこれのセットでいつもやっていますので、もう使用する分には問題ないんじゃないかなっていうところですね。エスビットが出している純正の固形燃料があるんですけども、それはちょうどこの中に入って一緒に
タッキングできて持ち運びができるというもので便利なんですけれども、で別に S ビットじゃなくても、もう機能性使えればいいよっていう方であれば、こちらの、まあ、偽物って言ったらあれかもしれないんですけれども、これでも十分っていうところですよね。本体だけで買ったとしても、この袋とこれがセットになっていて、しかも送料込みで399円で手に入るので、まだ持ってない人って、とりあえず欲しいなっていう方はこれを使ってみるのもいいんじゃないかなっていうところですね。まあ、ただどうしてもやっぱ S ビットがいいとか、まあ、そういうメーカーのもので安心したいとかっていう方であれば、まあ、S ビットとかを買えばいいんじゃないかと思うんですけども、特になんだろう、数十回も使ってますけど、全然今のところ問題なく使えているっていうところなので、その使えればいい、機能性があればいいっていう方だったら、こちらおすすめでございます。で、またこのポケットストーブを持ってなくて、ちょっと欲しいなっていうふうに思っている方は、ちょっと試しにこちら、概要欄の方にリンク貼っておきますので、見ていただいてもいいんじゃないかなっていうところですね。で、これだけでも、もちろん安いなっていうところではあるんですけれども、その他にも、こういった専用のごとくだったりとか、ウィンドシールドとかもそうですよね。あとはこの皮膚規模とか、こういったものをバラバラで買うと、さすがに1200円以下で買うことはできないと思うんですよ。で、実際にこのセットを友達とかに見せて、だいたいいくらぐらいだと思うっていう、まあ、キャンプをあんまりやったことがない友達とかだったんですけども、3000円ぐらいとかっていう意見が多かったです。で、やってる方だとしても、この全部セットで2000円以下っていうふうに聞くだけでもすごく驚きだと思うんですよね。でしかも送料込み。で、税込みというところなので、ただこのポケットストーブだけだと、まあ、ちょっと外で調理をするときとかに、風があるときとかだと料理がうまくできないっていうことが多々あると思いますので、そういったときにこのウィンドシールドがあるだけでも便利ですし、でちょっと小さい、例えばシェラカップだったりとか、そこが少し小さいやつとかでお湯を沸かしたり調理をしたいっていうときは、これが入ってるだけでもものすごくやりやすいので、もうこれだけあればとりあえず外で調理がいきなりしやすくなるというところなので、僕的にはものすごくおすすめでございます。で、全部を一つにしたとしてもこのコンパクトさなのでメスティンだったりとかあとは他のクッカーとかに入れて持ち運べば全然かさばることもありませんので、まあ、ぜひこちらチェックしてみてください。もし今回の動画が少しでもいいなというふうに思っていただけましたら高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。